はいどうも、ガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はですね、こちら一番くじドラゴンボール亀仙流の猛者たち栄翔孫悟空欲しくて引きに行ってみた、よいしょー。はーい、こちら栄翔のですね、キントーンに乗ったね、悟空、こちらの方がね、ちょっと欲しくて引きに行こうかなと思っております。はい、普段僕ね、一番くじの方はそんな引かないんですけど、ちょっとこのね、悟空は可愛すぎてだいぶ欲しくなってしまったんで、ですね、昨日たまたまね、見つけまして、そちらの方でね、2回だけ引いたんですよ。で、まあそちらの様子からまずは見てもらおうと思うんですけど、こちらです。こんだけ残ってるんでね、ちょっと2回ぐらい引いてみようと思います。じゃあ2枚引きます。はい、じゃあこの2枚でいきます。あ、じゃあこれ2枚で。ちょっと待って、ビジュアルボード、ドラゴンアーカイブス。はい、じゃあこれでお願いします。はい、こんな感じでした。なんでね、そこで諦めようかなとも思ったんですけど、今日ね、次の日なんですが、ちょっとね、我慢しきれず、引いてみようかなと思っております。はい、引きに行っちゃいます。これは危険な領域に入ってるような気がする。はい。で、どんだけ引くかはちょっと行ってみて、残りのフィギュア数だったり、残り枚数を見てですね、判断しつつ、まあ、程よく引こうかなと思っておりますんで、皆さんよろしくお願いいたします。それでは出発しまーす。行ってきまーす。はい、先ほどね、ちょっとね、店舗の方を先に見てきたんですが、ですね、D 賞の牛魔王は抜かれてる状態で、A、B、C の、悟空、亀仙人、じっちゃんのフィギュアが1体ずつ残ってる、状態でした。はい。残り枚数もどうかな、半分ぐらいって感じなんですけど、こちらでもうね、勝負かけたいと思います。では引きに行ってきます。あらに元気を分けてくれ。これでお願いします。あ、いいです。はい、あ、大丈夫です。はい。はい、すいません。はい、はい、はい、すいません、この2枚でいきます。ああ、はい、ちょっと待ってください。これ追加で注文いけますか。どうしようかな。同じですかね。あ、じゃあ、あ、いいです。後でまた並ぶ。一回ずつされます。はい。はい、じゃあとりあえず、はい。はい。こちらが1点とこちらが1点です。1点、
この2つで、はい、すいません。じゃあ2回お願いします。はい、はい、すみません。はい、じゃあこの2枚でいいです。いきます。あ、来た、やった。はい、すみません。はい、すいません。あ、ありがとうございます。はい。はい。じゃあこれですいません。どうも。やったー。はい、皆さんやりましたー。やったー、嬉しい。A 賞の均等に乗った悟空ゲットすることができました。やったー、これね、ほんとめちゃくちゃ欲しかったんですよね。やったぜ、嬉しい。はい、ちょっとね、興奮で手震えてたんですけど、なんとか無事ゲットすることができました。やったー。これね、開封したいんですけど、またね、開封レビューはですね、別動画でしようかなと思っておりますんで、皆さんそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、本日はね、以上になります。グッドボタン、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね、皆さん、バイバーイ、ありがとう。